はい、どうも、柴田です。今年はなんか甲子園がね、すごい盛り上がってるらしいね。甲子園が盛り上がってるらしいんだけども、どうやらね、試合以外で、熱くなってるのは球児だけじゃなくて、観客席の方でもなんか盛り上がってるみたいですね。で、今回盛り上がってんのがラガーさん、ラガーさんって呼ばれる常連のジジイ、こいつがなんかすげえ問題になってるみたい。なんでも、その毎回バックネット裏の特等席をこう占領して、連日占領してるらしい。で、試合が終わったら、もう終わった直後にその甲子園の入り口に行って、明日の試合の次の日の試合の席をもう徹夜で確保するみたいな。でも、もう荷物置いちゃって占領するみたいなね。で、システムを作って、連日連日同じバックネット裏の一角をね、こう占領してるらしいんだけどもね。俺の気持ちなんだけど、野球が好きで、甲子園が好きでこれをやってるんだったら、まあマナーは悪いけど、ありだと思うの。ただ、このおっさん、どうやら甲子園が好きっていう気持ち以外にも、なんかこうあるみたいなんだよね。っていうのはこの親父、なんか甲子園使ってさ、金儲けしてるらしいのよ。だから大甲子園っていう、なんか著書を出版したりとか、あとはなんか甲子園をよく知る、まあおじさんとしてテレビに出演したりとか、あと YouTube のチャンネル作って、でそこで広告貼って、なんかね、野球の動画とか出しちゃったりしてんのよ。金儲けしてんの。でさ、それちょっと違くないか。野球が好きで、ね、それやってるんだらいいけど、なんかその黄色い帽子かぶってさ、で、なんかテレビのインタビューでなんで帽子かぶってるんですかって言ったら、こう目立つためにかぶってるって言ってんのよ。それちょっと違くない？うん。なんか、いやー、その、いや、なんかさ、大事な試合、これまでのその甲子園でのこう大事な試合、それこそ決勝戦の大事な場面とかで、ラガーさんがこうやってね、居眠りしてるところがね、目撃されて、で、なんか、写メとか捉えたりね、してるんだけども、なんかね、俺は思うんだけども、このおじさん、名物おじさんとしての地位を獲得して、で、ちょっと露出が増えて、で、なんか、自分を芸能人扱いしちゃってるんじゃないかなって思うのよ。ね、わざと、ね、目立つ格好したりして、ね、トレードマークのシャツなんか着ちゃったりしてさ、なんかちょっとね、違うんじゃないかなって。で、なんか、しかももう、警備の人とか、あとはこう、なんか軍団でも占拠してて、で、半分こうなんか、ヤクザというか、チンピラまがいのね、集団みたいな感じで占拠しちゃってて、もうね、一人二人が文句つけても、もうどうにもなんないみたいだから、これはちゃんとね、運営、甲子園の運営が、こうやれんかよくわかんないけど、その甲子園のね、管理者かなんかが、ちゃんとこれは、言うべき、だと僕は思いますね。で、少なくとも、俺思った、甲子園の、ラガーさん、ラガー、お前は、俺わかるぞ。俺、お前のことわかる。ラガー、お前は、甲子園が好きなんじゃなくて、甲子園が好きな、自分が好きなんだろ。おい、それはな、違うぞ。ちょっとよく考えろ。いい歳なんだからな。ということで、柴田が甲子園のラガーさんに物申すでした。